の柱洗いに来ました。伊兵衛です。日本橋の伊兵衛です。皆さん伊兵衛さんって呼んでください。おはようございます。今日は暑いです。皆さん熱中症にならないように気をつけて楽しんでください。僕は橋洗ったことを子供の頃以来ないんです。わかりました。今日は三好会で あの、そう、子供たちの合宿もある。3年ぶりにね、なんかやっとこういうイベントができたってことが本当嬉しいですよね。いつか高速道路が取れるの夢見て生きてるかどうかわかんないですけど。でもあのね、親子もいっぱいで、なんか日本橋フレンド的には前跡さんみんな会えるっていう同窓会的な感じで助かっております。今日はありがとうございました。お疲れ様です。え、あと100ってみんないなくなっちゃった。そんなことなんでそういうこと言うの。またそうやってお疲れ様です。お疲れ様です。ぜひ一言コメントください。もうね、やっぱりこういうのを、ね、毎年やってからいとダメだね。うん、日本橋は日本の宝だから。日本の宝、そのつもりでみんなでね、守っていかないとダメだね。ありがとうございます、頑張ってね。ありがとうございます。素晴らしいよ、今日は2期目も頑張ってね。変な囲いつけんなよ。思ったけど、やっぱりみんなと交流できると限りなくなるからいいよね。偉い人とか関係なくなるじゃん。ハッピーとかみんな着るから。あ、そう、橋向こうは小泉組ね、こっちから言うとね。でこっちは鹿島だから、あ、大事だよね。ロ組とイ組です。はい、そういう感じ。でも本当良かった、日本橋ね、橋洗い久々できて、こういう垣根のなくなるイベントっていうのがないと街が活性化しないっていうこと。お願いします。めっちゃ頑張ってる。暑いけどめっちゃ気持ちよかったです。参加するのは初めて？初めてです、まあ、自分も地元がここら辺なんですけど、まあ、いろんな企業の方とかハッピーを着てみんなでこう一緒にやってる感じを見て、そうまた参加したいなと思いました。日本橋大好きなんで、これからのいろいろ関わっていきたいです。以上です。